りたたみ自転車旅、折りたび。はい、皆さんこんにちは、ケンです。今日は愛知県の岡崎市かな、ここは、結構山の上の方に来てるんですけども、まあ、ここがですね、なんかかき氷が有名らしくて、あの車で来ました。はい、でここからは折りたたみ自転車を使って行っていきたいと思います。折りたびでは行きたいと思います。レッツゴー。マジでノープランで来たからな。ここが何なんやろね。カフェ暗がりやって、ここよくない？ここ多分調べたとこやけど、まだ観光する？全然走ってないよ、まだ。え、まだ、うん、3メートルぐらい4メートル。これチャリ乗る意味あった？いや、これが折り旅だから、もう気になったとこどんどん。俺らは自転車 YouTuber やぞ。チャリ乗ってなんぼや。ここは？あ、ここ行ってみる？あ、でもさ、チャリ行っていいんかな。ほら、ここ良さげ。チャリで行けるの？もうお腹空いてるけどな。自転車入れない？はい。あ、そうなんだ。歩きは OK なんですか？はい。幻の滝まで4キロぐらいある。結構ある。結構ある。歩かなあかんねん。ここは五平餅とかあるよ。とにかくお腹空いたよね。ぐるってする場所。あ、そう。じゃあちょっと登る？行きやすい。レッツゴー。めっちゃ景色いいな。いいね、悪くはないね。ただどこまで行く？多分なんもないで。いや、もう峠やって、こんなん。もう戻る？マウンテンバイク専用トレイルやって。何それ、暗がりトレイルパークやって。何これ、ほら、マウンテンバイクで来なあかんやん、これ。ほら、すげえ楽しそう。めちゃくちゃ楽しそう。何何何、あ、受付して入らなあかんとこなんでね。マウンテンバイク買ったらここ来よう。また来よう。いや、多分これより先行っても何もないと思う。今調べるけど、つづら折りのひたすら峠を登らなあかんっていう。さっきの暗がり渓谷ってとこが多分観光地なの。うん、あそこが何だろう、かき氷とかいろいろあったりとか。とにかく飯食いに行こうね。ではレッツゴー。わー、涼しい。かき氷予約が入ってるっていう。びっくり。ちょっとあそこで食べよう。ハンバーグチーズホットハンバーグ、お待たせいたしました。手作り、当店の手作りでございますよ。うまそう、食べよう。
氷食べに来て1時間半ぐらい待って3半年したら珍しいよね、うん、待つの嫌いなんだけど、うん、でもなんかもう自然やからかさすごいゆったりした時間が流れてて、そうね、いやでも折りたたみじゃなくさ、ロードバイク持ってくればよかったね、うん、あのヒルクライムしたかったね、一本登れたわ、うん、あの多分わかんないんだけど、Google マップ見る限りあそこ登るじゃん、下るじゃん、で新城ってとこに出て、まあ、登ってくればいいからさ、すげえ時間かかるけど、いやまたロードバイクで行きたいし、マウンテンバイクのとこも行きたいし、こちらフォーガードですが、エスプレッソのソースになっておりまして、こちらが甘め、苦めのソースになっております。甘めですか。はい。で、こちらが苦めです。はい、で大変溶けやすいので、すぐお召し上がりください。はい。いただきます。すげえ。すごいです。すごい。これは、初めて見た。かける？かける。ちょっと早く。はい、一回さ、これのまま食べたい。うん、そうだ。何が落ちる？ああ、落ちる。落ちてなくない？はい。失礼します。お待たせしました。ホットのブレンドコーヒーでございます。そんなバターな。名前登録だけで。こちらアイスコーヒーですね。ご注文以上でおそろいですか？はい。何これ？なんかめっちゃ甘い。練乳やって、あ、練乳か、普通の生クリームじゃねえなとは思ったけど、めっちゃ柔らかい、やばいっすね、下もなんか入ってそう、そうなん、あ、めっちゃうまいこれ、それソースをかけること自体が、あーカフェラテ飲んでる感じ、あーかもね、カフェラテだ、ちょっと甘めの、ちょっと最初かき氷と生クリームくるんだけど、うん、こう口に含ませて1秒後ぐらいにもうカフェラテになる、口の中でね、あ、融合して、あ、融合して、店長によって違うのでと思って、あ、それ新感覚かもね、泡と食った方がうまい、そうや、氷のとこだけやったら、氷のとこだとコーヒー味のかき氷ってことね、うこういうことよ、うーん、何これ、めっちゃうまい、こなしてなくてあまりやってない人は店のあ、これただの氷じゃないな、え、それはそうやろ、なんうち粉とかあるな、いやでもこれノーマルでも全然いけるよね、これぶっちゃけ、うん、ちょっと甘めで全部いこうかな、もう全部かけちゃおうから、崩れるんじゃない、多分な、でも、そうなんだね、溶けやすいって言ってたから、うん、結構早めに食べなあかんのも事実やな、そうやで、こんな撮影してる暇ない、溶けますよ、まあ、じゃあ撮影してる暇ないみたいな、すげえ、もっとかけてもいいかも、刺しても崩れんわ、もっと結構贅沢にかけた方が美味しいかも、わかる、普通のかき氷ってさ全部持ってかれるやん、うん、これなんか刺したとこだけしか持ってかれん、柔らかいからね、うん、抹茶だ、うまい、うん、全然苦くないこの抹茶、でもここで甘くなってねえと思うけど、あ、そういうこと、うん、塩、塩塩だよ、だから塩 どうなるんだろうね、引き立つんかな、引き立つパターンかな、塩、まあ絶妙やこれ、ああ、これうまい、塩うまい、塩面白いな、うん、ベースが甘いからちょっと塩でパンチが効いてるというか、ほんとや、すげえ口のことだ、これなんか想像つかんの、ありや、皆さん今日は分からんと思いますから、うん、初めての塩、あ、それが一番衝撃だわ、でも正直そうだね、塩、抹茶塩、食べ方に個性出るな、待って、下にアイス入ってるで、そう、あれコーヒーゼリーが、あ、コーヒーゼリーとバニラアイス入ってるかも、あ、こっち
ち抹茶ゼリーよ。マジか、うん、さすが1100円。1100円っていう価値もわかる。楽しいね、なんかアトラクション。そう、700円800円ぐらいじゃねえのって正直思ったけど、まあ確かに1000円するだろうなっていうクオリティはかなり、パフォーマンスが、パフォーマンス面白い。組み合わせミスった。コーヒー飲んだ後にコーヒーをさらに飲んでる感じで、めっちゃ寒いし、しかも、うん、ちょっとホットコーヒーくれ。ホットコーヒー、いや私もあったかいのが良かったから。いやもうだからなんていうの、アイスコーヒーって頼んだのは知らんかった。もう多分日常会話すぎてアイスコーヒーが、もう全然進まんない。1日1回は言うやん、アイスコーヒーって。そうそう、コーヒー中毒みたいなのがあるから、うん、ホットコーヒー頼んでると思ってた。そうやろう、うん、じゃあね、かき氷食ってる間にホットコーヒー冷めるなと思ってやめてんけど、冷めたぬるいコーヒー嫌いやん。だったらもうアイスコーヒー、水出しアイスコーヒーとかの方がめっちゃうまいじゃん。でももうちょっと寒くても、ね、もういいよ今日は。扇風機切ってもらっていいよ。オリ旅。